はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。はい、今回不定期投稿の動画になります。アリーナオープン2日目、これに、参加します。はい、チケットで入場、どんな感じだ。これでもうデッキ選んだらいいんかな。ね、結構何で行こうか悩んだんですけど、まあもう1日目突破した赤タンで行こうかなと思います。まあ、普段 BO3 全然やってないんで、そのサイドボードがね、基本ないんですよね。まあ赤タンで適当にサイドボードぶち込んで、これでまあ、砕け散ろうかなと。はい、出来決定。はい、それではやっていきます。はい、プレイ。まあ、途中でなんかエラー出て切れないことをね、祈ります。さあ、それではやっていきます。さあ、対戦相手先行。まあまあ、キープしていいか。さあ、相手のデッキは何でしょうね。お、赤タンか。はい、三河市アタック。まさかの赤タンかぶりか。これはよろしくないな。殴って。いや、最悪の更新でいこう。アタック。まあもう殴り合いですね。もう行きましょう。こちら火力入ってないんで、この義足ね、倒せないんですよ。まあそういう致命的なね、弱点があるんですけども、はい、舞台テラス。はい、アナックス。はい、アタック。はい、蒸気族。さあ、はい、最悪の更新アタック。はい、舞台テラス。土地を引いて欲しかったな。もう一枚義足か。さあ、土地が欲しい。まあ、相手の義足が空振りを続けてくれてるのは本当助かりますね。
さあ、リムロックの騎士出してこないかな。はい、リムロックの騎士。さあ、これで勝ちですね。はい、チャンドラ。はい、アタック。さあ、サイドボードどうしましょうかね。赤ターンは想定してなかったな。すごい、なんか何とも言えない。あれですけど、ウィーゴサライとかどうするか。レッドキャップの乱闘。舞台テラス。焦がし吐きをもう一枚抜くか。これでいこうか。はい、完了。おっと、これはきついな。マリガンします。はい、6枚でキープ。土地落とすか。はい、熱烈な勇者。焦がし吐きか。どうしよう。はい、焦がし吐き。ここで切っとくか。はい、チャンドラ。はい、アタック。はい、レッドキャップの乱闘。
はい、アナックス。さあ次のターン宝剣来てくれると一気に攻めれるんですけどね。さあ向こうがあと3枚、あと2枚、はい、舞台テラス。お、これはありがたいな。はい、最悪の更新。はい、アタック。はい、立腹。さあ宝剣引いてほしいですね。はい、トーブラン。もうそうきたか。トーブランでどうしようかな。4点だからいけるか。まあ向こうが立腹持ってなければって感じではありますけど。まあ、先殴った方が良かったっすね。はい、アナックス。はい、舞台テラス。おお、向こうもアナックスか。さあちょっと言っていたいぞ。まあまあ殴れか、関係ないか。はい、ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。さあなんとか一勝できましたね。2000ジェム、これめっちゃ報酬いいんだね。おお、すげえ。さあどんどん行きましょう。さあ先行。わあ、これはちょっとどうしようかな。キープします。トーブランがとりあえずいらないかな。あ、とか、いらないとか、そんなんないんか。マリカンじゃないんだね。はい、アタック。次、速攻クリーチャー来てほしいですね。さあ、速攻クリーチャー来ないと。三河市で行くか。はい、アタック。
舞台テラス行くかどうする。マジかこの引き、土地をね1枚でいいから引いてほしかったね。土地を引かなかったのきついな。はい、石戸黒の海蛇。さあだんだんでっかくなってきたね。はい、ブロックしない。うわー、土地を引かないか。3点5。石戸黒の海蛇、あ、これはちょっと具合悪すぎるな。参ったな。土地を引かない。これはより8、3体6。全員トランプルっていうのがね、えぐいね。8点、3点は削らんとダメでしょう。それがきつすぎるな。これはちょっときついですね。まあもうこれはもうダメですね。4体ブロックせんとダメですしね。これはダメですね。この1枚がきつかったな。そして基本的にサイドが使いにくいね。これこのまま行こうか。ウィゴサライでパクって殴ってもいいんですけど、サクレンのはやっぱきついね。はい、それではやっていきます。はい、先行。はい、7枚でキープ。まあ今回もちょっと土地を引くかどうかっていうところがね、かなり大事なところですね。さあ生川収集か。さあ土地を引いてくれましたけど、はい、アタック。お、ブロックしてくれましたね。はい、石戸黒の海蛇。そうか、ブロックしてくれたか。
はい、攻撃しない。さあ、土地引け。土地は引かない。アタック。さあ、ここは押し切れそうですね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、3戦目。マジか、土地が1枚もない。うわー、ノーランドマリガンやりたいな。今のはちょっと泣けてきますね。動く、あー、もういった、動かれんのほんときついわこれ。アタック。さあ、もうブロックしてくれ。これはしてこない。もうちょっとこれは負けたかもしれん。このまま行くか。はい、立腹。はい、焦がし吐き。これはきつい。きついというか、多分もうこれは勝てないっすね。まあ仕方ないねこれは。はい、投了。一戦目落としたのが痛すぎた。さあ、これで崖っぷち。さあ、1勝1敗ということでね。まあもう一個勝ちたいですね。はい、プレイ。はい、先行。はい、キープします。向こうはヨーリオンか。はい、三河市。アタック。はい、熱烈な勇者。はい、アタック。さあ、赤入ってんのが嫌っすね。クラリオンとか普通に打ってきそう。チャンドラで5点飛ばしてもいいんだけど、2点4点、
待てよ、4点飛ばしてる。ちょっと待て、数でいこう。はい、アタック。最悪の更新、ここで引いてほしいね。もしくは土地。そうきたか。え、舞台テラス。はい、不気味な修練者。ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。丸焼きを入れるかどうかですね。トーブランを2枚減らすか。まあでもここら辺かな。トーブラに思い切って全部取るか。いやまあでもそれはやりすぎか。はい、完了。マジか。
マリガン率がめっちゃ高いなこれ。まあ、キープで、はい、土地をボトムに。さあ、グーアの小道から、まあ土地引いてきたか。土地そこまで今いらないね。アタック、平地を持ってくる。はい、メレティス誕生。ちょっとひどくないかこれ。はい、アタック。はい、舞台テラス。マジか。はい、舞台テラス。きっつ。これは絶句するレベルできついですね。この引きは悪すぎるだろう。クリーチャーを引いてこない。おー、まだ土地引いてくるか。あれ、これはなんで打てない？あ、これ白じゃないのか。あ、なんか根本的に勘違いしてたわ。これはでもちょっともうやめた方がいいんじゃないかな。これはちょっときつすぎるね。これはちょっとね、引きが悪すぎた。そうか、丸焼き。まあそれだったらでもトーブランの方がまだワンチャンあるか。戻します。さあ最後ちょっと事故らずにプレイしたいですね。さあ、サイドボード悩んでますね。さあ、それではやっていきます。はい、先行。はい、7枚でキープ。7枚
枚でキープ。はい、そうですね。はい。さあ、どうする？焦がし吐きから入るか。はい。2ターン目、3ターン目までの動きが邪魔されなければもう見えてはいるんですけど。はい、熱烈な勇者。はい、アタック。さあ、もう一回は殴りたいね。はい、エンバレスの宝剣。さあ、残りライフが9。結構火事のお告げとかが嫌っちゃ嫌っすね。アナックス引いてくれると安心感はあるんですけど。手札7枚か。何かしらありそうっすね。あー、来た。それがね、いらない。さあ、どうする？どっちで行く？とりあえず殴るか。さあ、残りライフ3。はい、不気味な修練者。さあ、このまま押し切りたい。一回止められるとかなりきついんで。
さあ殴りましょうか。はい、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあこれで2勝1敗ですね。さあちょっと飲み物取ってきます。はい、戻ってきました。はい、商品受け取ります。さあこれで4000ジェムが確定したのかな。はい、やっていきます。プレはい、それでは先行でいきます。はい、キープします。さあどうする。三河市から行こうか。はい、アタック。装飾銃か。それなら、アタック。で、舞台テラス。土地かー、きついな。立腹とか引いてくれたら面白かったけど。わー、これはあれですね。名前忘れた。ウィノータか。ウィノータガチャだな。はい、アナックス。次のターンのウィノータだけは勘弁してくれよ、これは。おー、だー、ダメだこれは。なんだこの動き方。赤タンで先行取って何もできんっていうのはきついな。アナックスで5個ブロックか。ん？ガチャが外れたってことか。ちょっとよくわからんかったけど。であれば殴っていって OK か。
あ、今計算間違えたな。失敗したな。こいつ出しとけよかったんだ。あー、失敗した失敗した。ちょっと舞台照らしに頭が行き過ぎてましたね。こいつ出しとこうか。ちょっと頭が失敗した失敗した。そうだそうだ。さあさすがに工作員出てくるだろう。あ、出てこなかった。まあまあまあラッキーでしたね。ただね、今の出方だとヴィノータをレッドヘッドキャップの乱闘で倒せないんですよね。こっち入れといた方がいいかな、丸焼き。火の予言か。さあ、アナックス。さあ、土地引いてほしいですね、土地。もうこれでヴィノータ出たら、これはしゃあないわ。これは勝てんわ。これはしゃあないね。うん、これ取るよ。それは無理だよ。さあ、それではやっていきます。はい、先行。これはちょっとね、行きたくないっちゃ行きたくないんですけど、丸焼きがあるんでちょっと行きます、これは。そう、この状態でもダメージは通せますんでね。
さあ、とりあえず殴ります。アタック。はい、舞台テラス。さあ、次のターン絶対に土地引いてほしいですね。引けるのと引けないので全く展開が変わってくるんで。王子。さあ、きついな。これでウィノータ覚悟戦しないとダメになってきましたね。次のターンアナックス出してる場合ではないか。場合ではないっすね。参ったな。最後の最後で土地が事故った。これはどうしようもないぞ。この展開から勝てる気がしない。はい、ブロックしない。さあ、土地事故の代償はでかいぞ。これはもう勝ち筋がないっすね。まあ、内容としては2勝2敗っていうことですかね、これで。まあ一応最後なんで最後までやりましょうか。なんか知らないカードが来ましたね。何ですかこれは。はい。まあね、これはもうどうしようもないね。何もできない。おそらくウィノータってこの丸焼きの警戒してるんでしょうけど、炎の一掃でしたっけ、なんか全部に2点ダメージとかね、ああいうカードあれば、まあ自分のところもあれですけど。
権利つきました。まあこれはどうしようもないっすね。はい、まあ殴られて終わりましょう。まあ最後ちょっと事故だったのがきついですけど、まあまあ2勝できたんでこんなもんですか。4000ジェムなかなか、4000でよかったのかな。はい、商品受け取ります。あ、もう普通に消えるんですね。はい、そんな感じでアリーナオープン2日目の結果です。まあ2勝2敗ということで、まあ思ったよりは良かったのかなと思います。まあ、内容はちょっと悔いが残るかな。最後のウィノータは倒したかったっすね。まあまあ事故とかもこんなんもしゃあないか。逆にまあラッキーなので勝ってるとこもありますしね。はい、さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。